スコットランドにあるブラックロー風力発電所の風力タービン2基イギリスの風力発電ではイギリスにおける風力発電について説明する。イギリスは世界でも風力発電に最適な場所の一つでヨーロッパでは最適と考えられている。2017年に風力発電はイギリスの発電の15%、2017年の 最終市販機には18.5%を占めた。陸上の風力発電は発電技術に炭素原価が適用される場合、イギリスにおける発電技術の MWH あたりもとも低い均等化発電原価になる。2016年、風力発電はイギリスの発電において初めて石炭を上回り、2018年の第一市販機に 原子力発電を初めて上回った。イギリスでは風力発電の電力割合が増えており、2019年7月末までに9929機の風力タービンで総発電容量21.5ギガワットを超える構成である。うち陸上発電は13062メガワットで海上発電が8483メガワットの容量となっている。 これでイギリスは現時点で世界第6位の風力発電大国となった。2012年時点で世論調査は一貫してイギリスの風力発電に強力な指示を表しており、陸上風力タービン近くの住民でさえ人口のほぼ3、4がその使用に賛同している。再生可能エネルギー義務化を通じてイギリスの電力供給業者は 現在、風力などの再生可能エネルギー源からの売り上げの一部割合を提供するか、または罰金を支払うことが法律により求められている。供給業者は購入した電力のメガワット時ごとに再生エネルギー購入義務証書を受け取る。イギリス国内で風力発電は再生可能電力の最大供給源であり、バイオマス後の再生可能エネルギーの2番目に、 大きな供給源である。全体として、風力発電は、電力コストをわずかに上昇させている。2015年に、英国における、風力発電の利用は年間平均電気代を18ポンド、上乗せしたと推定された。洋上風力発電は、陸上よりもかなり高価で、コストが上昇した。2012から14年に完了した、海上風力プロジェクトでは、 40から50ポンドメガワット時の卸売価格と比較して、131ポンドメガワット時という均等化発電原価だった。2017年にフィナンシャルタイムズ紙は、新しい海上風力発電のコストが4年間でほぼ3分の1に低下、平均97ポンド MWH に達し、政府目標である100ポンド MWH を4年早く達成したと報じている。 2017年下半期に2022から23年で建設する2つの海上風力発電所の入札は57.5ポンド MWH で行われ最近の新型原子力発電契約のほぼ半額であったブライスの宿泊小屋にある火山車1891年世界初の発電用風力タービンは1887年7月に スコットランドの学者ジェームズ・ブライスがスコットランドのマリー・カークにある別荘に明かりを灯すために設置されたバッテリー充電器である。イギリスで最初となる実用的な電力系統に接続された風力タービンがジョン・ブラウンカンパニーによってオークニー諸島に建設されたのは1951年のことである。1970年代に産業規模の風力発電が イギリスの電力源として最初に提案された。洋上風力発電の高い潜在能力は、キロワットあたりの資本コストが150ポンドから250ポンドとの推算で認識された。2007年にイギリス政府は欧州連合のエネルギー供給の20%を2020年までに再生可能エネルギー源から生成するという EU の全体目標に同意した。 各 EU 加盟国には割り当てられた独自の目標が与えられ、イギリスは15%とされた。これは2009年1月に EU 再生可能エネルギー指令の採択ともに正式に承認された。イギリスでは再生可能エネルギー熱及び再生可能燃料の生産量が極めて低いため、リニューウェーベルークはその期限日までに イギリス国内電力の35の40%を再生可能エネルギー源から生み出す必要があり、主に33から3 5ットの風力、発電容量で対応可能であるとの推算を行った。2007年12月、政府はイギリスにおける風力エネルギーの拡大計画を発表した。これは開発の新ラウンドに向けた準備として、 最大 25GW の風力発電所用、沖合地点の戦略的環境評価を実施するものだった。提案された地点は、2001年のラウンド1と2003年のラウンド2という過去2回で割り当てられた 8GW 地点に追加されたものである。合計すると7000基を超える、洋上風力発電タービンの建設につながると推定されている。2010年、 6 5 3ットの洋上風力が軌道に乗った。翌2011年、ウォルニー風力発電所の第一弾となる洋上風力発電所が容量1 8 3ットで完成した。2011年12月28日、風力発電がイギリス国内電力需要の12.2%という記録的な貢献を果たした。2012年は、 洋上風力発電産業にとって重要な都市で4つの大規模な風力発電所が稼働して 11GW を超える発電能力を創業で生み出した。2012年7月から2013年6月にかけて洋上風力発電所が1463メガワットの容量で導入され、初めて陸上風力よりも早い成長を遂げた。 洋上風力産業は2013年も発展を続け、かつて世界最大の風力発電所であったロンドンアレイが稼働するようになり、創業中に630メガワット調の発電容量が実現した。2013年、風力によって 27.4TWh のエネルギーが生成され、イギリスの所要電力の8.7%に貢献した。 2013年8月1日、ニック・クレッグ副首相がリンクス洋上風力発電所を開設した。試運転の際、風力発電の総容量は設置容量の 10GW を一時上回るほどだった。2014年、風力によって 28.1TWH のエネルギーが生成され、イギリスの所要電力の9.3%に貢献した。 同年、イギリスの風力発電容量が急速に拡大するため、シーメンスは洋上風力タービンを製造するための2億6400万ドルの施設をポール村に建設する計画を発表した。シーメンスは今後数年間予定されている他の大規模な洋上プロジェクトに近いことからイングランド東海岸の春地域を選択した。 この新工場は2016年12月にタービンの回転翼の生産を開始させた。工場と関連のサービスセンターは約1000人の従業員を雇用している。2015年、風力によって 40.4TWH のエネルギーが生成され、2015年10月から12月までの3ヶ月間で四半期の発電記録を作り、国の電力需要の13%が風力となった。 2015年には、1-2GW の新しい風力発電容量が、軌道に乗り、イギリスの設置総容量が9.6%増加した。2015年には、グイントイモール EN、最大容量 576MW、ハンバーゲートウェイ EN、同 219MW、ウェスターモストラフ EN、同 210MW という3つの、 大型洋上風力発電所が稼働した。2016年、イギリス最大の風力発電事業者であるドンエネルギーの最高経営責任者は、風力が将来イギリスの電力需要の半分以上を供給する可能性があると予測した。彼は、風力と太陽光が予想よりも早く化石燃料にとって変わることができる証拠として、グリーンエネルギーのコスト急減を指摘した。 バーボバンク洋上風力発電所2019年2月現在、イギリスに設置されている洋上風力発電の総容量は8183メガワットであり、世界最大である。イギリスは2008年10月にデンマークを追い抜き、洋上風力発電の世界的リーダーになった。2013年、ケントの海岸沖に設置された タービン175機のロンドンアレイ風力発電所が世界最大の洋上風力発電所になった。ただしこれは2018年にウォルニー3エクステンションに抜かされた。イギリスは欧州の洋上風力発電全体の3分の1以上を占めると推定されており、これは現在の電力消費率で国の電力需要の3倍に相当する。ある推計では、 イギリス海域の水深25メートルより浅いところに、ある3分の1の風力タービンは平均で 40GW を生成するとされ、深さ25から50メートルの水域にある3分の1のタービンは平均でさらに 80GW、つまり合計 120GW を生成するという、深さ700メートルまでの全水域における、英国の洋上風力資源の理論的、 最大ポテンシャルの推定値は、平均電力で 2200GW とされている。イギリスの洋上風力発電の最初の開発は、現在廃止されている非化石燃料買取義務を経験して起こったもので、ブライス洋上発電所とガンフリートサンズという2つの風力発電所をもたらした。N4 は1989年電力法の一部として導入され、 英国の電力供給会社に非化石エネルギー源から特定量の電力を確保することを義務付けたもので、これがイギリスにおける再生可能エネルギーの商業開発の最初の白車となった。2010から11年に完了した洋上風力発電プロジェクトの均等化発電原価は136ポンド MWH で2012から14年に完了した。 プロジェクトでは131ポンド MWH に2012から14年に承認されたプロジェクトでは121ポンド MWH に減少した。業界は2020年に承認されたプロジェクトで100ポンド MWH へのコストダウンになることを希望している。洋上風力発電所の建設価格が2012年から約3分の1下落する一方で、 効率的な発電技術は向上しており、新世代のさらなる大型タービンが将来のコスト削減をさらに実現できるだろうと開発者は考えている。2017年、イギリスはヨーロッパの洋上風力発電所容量の53%を建設した。1998年に英国風力エネルギー協会はクラウンエステートと交渉するため政府との協議を 開始した、これは、洋上風力発電所を建設するために使う、英国海岸線の沖合12海里の距離まで、大半の所有者が国王だったためである。その結果、開発事業者が、技術的及び環境的な経験を積む機会を、与えるべく設計された、開発用ファームの建築を目的とした、一連のガイドラインが1999年に公表設定された。 このプロジェクトの大きさは10平方キロメートルに制限されてタービンが最大30機となった。多数の申請が提出されて2001年4月に17件の申請がイギリスの洋上風力発電開発のラウンド1として知られる手続き許可を与えられた。ラウンド1プロジェクトの最初が2003年12月に完成したノースホイール洋上風力発電所である。 プロジェクト最後となった t サイド風力発電所は2013年8月に完成した。ラウンド1で合計12の発電所が稼働するようになり、最大発電容量は1、2GW だった。ランカシャー沖など5地点では撤退となった。テムズ川、川口駅には、ケンティッシュフラット、ガンフリートサンズ、サネット、ロンドンアレイの4つの洋上風力発電所がある。 ロンドンアレイは2013年4月から2018年9月まで世界最大規模だった。ラウンド1から学んだ教訓として特に洋上風力発電所の計画同意を得ることが難しいことや CO2 排出量を削減する圧力が高まっていることから洋上風力産業の戦略的枠組みの開発を貿易産業省が後押しするようになった。これがリバプール1。 レムズ川川口、北海のグレーターウォッシュという大規模開発用の限定水域3カ所を決めることとなった。視覚的影響を軽減するとともに、海鳥の浅い餌場を避けるため、沖合8から1 3キロメートルの立ち入り禁止区域では開発させないようにした。イギリス最長となる陸上タービン翼の納入。ミュアホール風力発電所にて、この新区画は、 ラウンド2として知られる競争入札で将来の開発者によって入札された。2003年12月に結果が発表され、合計で 7.2GW の発電能力となる15のプロジェクトが強化された。これらの中で最大規模が900メガワットのトリトンノールである。前回同様、計画承認のためには申請とともに完全な環境影響評価が必要とされた。 ラウンド2プロジェクトの最初の事業は2010年4月に完成したガンフリートサンズ2でかつて世界最大の風力発電所だったロンドンアレイを含む6つのプロジェクトが現在運用中である。第4箇所のラウンド2地点は現在建設中である。2010年5月、クラウンエステートはラウンド1とラウンド2の7地点を拡張して 洋上風力発電容量 2GW を追加で作ることを承認した。各風力発電所の拡張には環境影響評価と全諮問協議を含む完全な新計画の申請が必要となる。地点は次の通り。2007年12月に政府より発表された海上風力 C に続いて2008年6月にクラウンエステートが ラウンド3の場所配分を開始した。ラウンド3は前回のどれよりもはるかに大規模な想定がされており、ラウンド1と2は合計で 8GW を配分した一方、今回はラウンド3だけで最大 25GW を決定した。クラウンエステートは9つの養生区域を提案し、その中に個別の風力発電を多数設置する予定となっていた。 競争入札を実行して開発コンソーシアムにリース権を授与した。同入札は2009年3月に締め切られ、企業及びコンソーシアムから40以上の申請と、各ゾーンの複数入札が行われた。2010年1月8日に落札者が発表された。区域の割り当てを終えたが、個々の計画申請はなおも開発者によって提出される必要がある。 2012年までにこれらが完了する可能性はまずありえないため、ラウンド3最初のプロジェクトが2015年までに発電を開始する予定はない。ラウンド3の C 対象範囲 25GW に加えてスコットランド政府とクラウンエステートはスコットランド領海内の潜在的地点への入札も呼びかけた。当初、これらは実行可能には深すぎると考えられていたが、 17社が入札を提出して、クラウン・ウェステートは最初に 6GW 相当の地点について9社と独占契約を締結した。2010年3月のスコットランド領海における洋上風力エネルギーに関するスコットランド政府の部門別海洋計画の公表に続いて6地点が詳細な同意を保証することを条件に承認され、その後4地点に リース契約が付与された。スエーーアシャーにあるアードロス産風力発電所イギリス最初の商用風力発電所は1991年にコーンウォール州のデラボールに建設された。タービン10機で構成され、それぞれ最大4 0 0ットの発電能力がある。これに続き、1990年代初頭には小規模ながら着実な成長が見られ、 毎年5カ所ほどの発電所が稼働していった。より大規模な風力発電所は、ウェールズの丘の上に建設される傾向があり、例としては、ライドワイ、グロス、シュロンディノム、ブリン・キトリー、カーノなどがある。北、アイルランド及びイングランドの丘や湿原にも小さな発電所が出現した。1995年末にスコットランドで最初の商業用風力発電所が、 ハグショーヒルで創業を開始した。1990年代後半には、銅山業が成熟するにつれて持続的な成長が見られた。2000年に1メガワットを超える電力を生み出せる最初のタービンが設置され、再生可能資源を使って一定量の電力を生む法的要件を満たすべく、スコティッシュ電力やスコティッシュサザンなどの大規模電力会社が、 さらに関与するようになったことで成長のペースが加速し始めた。風力タービンの開発は急速に進み2000年代半ばまでに2メガワットのタービンが標準となった。2007年にドイツの風力タービン製造会社エネルコンが最初の6メガワットモデル E-126 を設置した。2009年に 技術的な改定が行われた後、名目上の容量は6メガワットから7メガワットに変更され、2010年には7.5メガワットに変更された。より大きな農場とより高いマストに設置されたより、大型でより効率的なタービントで成長は続いた。スコットランドで人口のまばらな丘陵地や風の強い、田舎は開発業者に人気の地域になり、 イギリス最初の100メガワット町の発電所は2006年にサウスエアシャーのハドヤードヒルで稼働した。2006年には3メガワットタービンが初めて使用された。2008年にはイングランド最大の陸上風力発電所となるスカウトムーア風力発電所が完成しスリーブルシェン風力発電所の再稼働により来たアイルランドで最大の発電所が誕生した。 2009年、スコットランドのイングルシャム出現にて、イギリス最大のホワイトリー風力発電所が稼働した。これは、タービン215機で構成される539メガワットの風力発電所である。スコットランドの丘にはさらに100メガワット以上の風力発電所を建設することが承認されており、3.6メガワットのタービンを搭載する予定である。2013年9月時点で、 イギリスには稼働中の陸上風力発電所が458箇所あり、合計で6565メガワットの名目容量がある。さらに1564メガワットの容量が現在建設中であり、別の 4.8GW 案件では計画合意となっている。2009年、イギリスの陸上風力発電所は7564。 GWH の電力を生成した。これは、イギリス国内の総発電量に対して2%の貢献にあたる、一般的に大規模な陸上風力発電所は、ナショナルグリッド車と直接接続されているが、小規模の風力発電所は、地域の配電網に接続されて、エンベデッドジェネレーションと呼ばれている。2009年には、 風力発電容量のほぼ半分がこの組み込みタイプだったが、より大規模な風力発電所が建設されるに従い、これは今後数年で減少すると予想されている。陸上風力発電所の計画許可を得るのは困難であり続けており、多くの案件がシステム設計に行き詰まっていて、却下率が高い。リニューウェーベルークの数字は、計画の許可待ちとなっている約7000メガワットの 陸上案件があることを示している。平均で風力発電所の計画申請には地方自治体の検討に2年かかり、承認率は40%である。これは住宅、小売店、道路といった他の主だった申請と比べて非常にかんばしくないもので、その70%は法定期限内の13から16週間で決定される。 風力発電所ではその割合がわずか6%である。すべての風力発電計画申請のうち、約半分に当たる 4GW 町の案件は、レーダーへの影響という理由のため空港及び、交通管制からの反対がある。2008年、夏、ブイヤー、国防省その他の政府部門は、異議を解決してより多くの技術研究資金を、 調達するための機関の設立を模索する覚書に署名した。イギリスの風力発電所は最大高さ125メートルという制限に適合しなければならないことが多い。ただし、大陸に設置された安価な風力タービンには高さ200メートルのものもある。専用トレーラーがタービンの部材を風力発電所に配送しているところ。ドルネル風力発電所にて、 再生可能エネルギー義務を通じて、イギリスの電力会社は、売り上げの一部を風力発電などの再生可能エネルギー源から提供するかまたは、医薬金を支払うことが法律で現在義務、付けられている。電力会社は購入した MWH の電力ごとに再生可能エネルギー義務証明書を受け取る。2008年エネルギー法は、2009年4月から、 多様な技術に連携する ROC を導入した。陸上風力は MWH あたり 1ROC を受け取るが、2009年は再生可能エネルギー任ムの連携評価に従って発電コストの増加を反映した 2ROC を現在受け取っている。風力エネルギーはローによって生み出される総収益の約40%を受け取っている。ROC は イギリスの風力発電に対する主要な支援形態であり、風力発電からの収益の半分以上を提供している。王立工学アカデミーによる2004年の研究では、風力発電のコストが陸上設置で、キロワットアワーあたり5.4ペンスそして洋上では、キロワットアワーあたり7.2ペンスだと判明し、比較してガスでは 2.2p、キロワットアワー。 原子力で 2.3pkWh であることが判明した。2011年までに陸上風力の発電コスト 8.3pkWh は新型原子力の 9.6pkWh を下回ったが洋上風力の発電コスト 16.9pkWh は主に建設費と財務コストの高騰のため初期予測よりも大幅に高いことが 工学コンサルタント会社、モット・マクドナルドによる調査で広く知られることとなった。風力発電所は、その収入の半分以上を提供する、再生可能義務証明書を通じて補助金によって、利益を上げている。再生可能エネルギー義務の年間総費用は2009年に10億ポンドを超え、2020年までに50億ポンドに達して、うち約40%が、 風力発電に費やされると予想されている。この費用はエンドユーザーの電気料金に追加されている。デビッド・キングはこれがイギリスのフューエルポバティレベルを増加させるする可能性があると警告している。5 0ット未満の小型風力システムは以前に ROC を受け取っていたが、現在は固定価格買取制度下での援助対象となっている。 イギリスの風力エネルギー協会の報告書では、陸上風力発電の平均発電コストは、キロワットアワーあたり約3.2ペンスだとされた。天然ガスとの同様の比較結果は、2011年にイギリス政府の研究で得られた。風力エネルギーの存在は、助成金が支払われてはいるものの、限界価格を下げたり、料金の高くつく、ピーク需要時だけ稼働する。 発電所の使用を最小限に抑えることによって消費者のコストを削減することが可能だとされている。2015年6月18日、政府は新しい陸上風力発電プロジェクトに対する再生可能エネルギー義務を2016年4月1日に終了すると発表した。洋上風力に対する支援は政府の差額決済契約体制に移行した。 2017年現在、風力発電所の建設費は補助金なしでも、天然ガス発電のコストと競合するようになった。風力は、新型原子力よりも安価である。風力発電は、変動的な資源であり、ある発電所に置いてある時点で生み出される。電力量は、風速、空気密度、及び、タービン特性に依存する。風速が低すぎる場合だと、 風力タービンは電力を供給できず、風速が高すぎる場合では、損傷を避けるためタービンを稼働停止する必要がある。この場合、他の電力資源が需要を満たす能力を持っていなければならない。2009年に公表されたイギリスの風の変動性に関する3件の報告書は、風の変動性が送電網を制御不能にさせることはなく、 若干の追加費用を定量化させることにおおむね同意している。イギリスにおける最大20%の風力発電市場普及に関する調査は費用が3から5ポンド MWH だと示している。イギリスでは夏よりも冬の方が電力需要が高く、それは風速も同じである。単一タービンからの出力は 局所的な風速の変化に応じて大幅かつ急速に変化する可能性があるが、より大量のタービンがより広大なエリアに接続されると平均出力はさほど変化しない。グラハム神殿による研究では実際のところ数千の風力タービンの変動がいくつかの異なる場所や風況に広がって途切れ途切れにはならず滑らかになることが指摘されている。 場所間の距離が長くなると、各地点で測定された風速の相関関係は減る。スコットランド政府の広報担当者は、再生可能エネルギーによって生じた電力が、スコットランドの電力使用量の27%を占めると述べている。2011年4月5から6日の夜、スコットランドの風は強く、激しい雨が降っていたため、通常よりも多くの水力発電が生じた。 送電網が過負荷になってイングランドへの電力送達が妨げられ結果的に風力発電が停止した。その結果として風力発電事業者は生み出せたであろう電力の20倍と推定される系統制約解消費で知られる保証金をナショナルグリッドによって支払わされた。エネルギー気候変動省の報道官はこの出来事を異常であると説明し、 より大きなエネルギー貯蔵容量とより良い電力配分インフラの必要性が示されたと述べた。風力エネルギー供給業者への系統制約解消費の支払いは、風力発電の使用及びその実施に対する批判の原因の一つとなっている。2011年には潜在的な発電損失量の10倍に相当する。 1> 約1000万ポンドの系統制約解消費が受け取られるだろうと推算された。供給が変動する性質のため、風力エネルギーの大規模な使用をサポートするために必要とされる予備、またはバックアップの必要量に関していくつかの論争がある。2008年の貴族院経済問題委員会への提出で EONUK は最大80から90%のバックアップが 必要であると主張した。他の研究では、設置された完結的容量の15%から22%という必要条件が与えられている。配電網のバランスを取る責任があるナショナルグリッドが2009年6月に報告したことでは、配電網は多くをバックアップに費やすことなく、風力エネルギーのオンオフに対処することができるが、それは、 いわゆるスマートグリッドを使用したり、エネルギー貯蔵技術を開発したり、他のヨーロッパとの相互接続を増強したりして、ピーク時の電力を分散することによってのみ可能だとした。2011年6月、セントリカを含むエネルギー企業数社は、風力発電のバックアップ発電として機能するために、2020年までに100億ポンドの 費用をかけて17カ所のガス火力発電所が必要になると政府に伝えた。しかし、それらは多くの時間が待機状態になるため、投資を経済的にするために、すでに風力に支払われている補助金に加えて容量支払い制度が必要となる模様である。2015と2016年にナショナルグリッドは10基の石炭火力発電所を呼び、 ガス火力発電所と契約し、すべての発電モードで予備容量を維持した。その費用は1億2200万ポンドで、これは平均電気料金の0.3%に相当する。ヨーロッパや多くの諸国における世論調査は、風力発電に対して強い一般的支持を示しており、EU 市民の約80%が風力発電を支持している。スコットランドにある 既存の風力発電所10カ所の周辺で暮らす住民に対する2003年の調査では風力発電に最も近い地域に住む人々から多くの支持がありコミュニティへの高いレベルでの受け入れと風力発電への強い支持が判明したこの調査結果はスコットランドの世間一般は自分たちの電力の大部分が再生可能エネルギー由来であることを好み風力発電を 再生可能エネルギーの最もクリーンな供給源と評価しているという以前のスコットランドエグゼクティブ調査、スコットランドの環境に対する世論2002の結果を支持するものとなった。2005年実施の調査ではスコットランドの人々の74%が現在及び将来のエネルギー需要を満たすために風力発電所が必要であることに同意していることが示された。 2010年に実施されたスコットランドの再生可能エネルギー研究で人々が同じ質問をされた時は78%が同意した。2010年には2005年に比べて風力発電所が2倍あったためこの増加は重要である。2010年調査では風力発電所が集惑で景観上の汚点であるという52%の反対意見も示された。 風力発電所は必要でそれらの外観は重要ではないとの意見には59%が同意した。スコットランドは2020年までに再生可能エネルギーから電力の100%を得るための計画を実施中である。イギリスの2015年調査では陸上風力発電所に対する支持率は68%、反対は10%であった。イギリスでは 与党の保守政権がこれ以上の陸上風力タービンに反対しており、2016年4月から新規の陸上風力タービンへの補助金を中止した。デイビッド・キャメロン元首相は、陸上風力発電所の拡大を止めると述べ、世論調査で反対が示されたにもかかわらず、人々は陸上風力発電にうんざりしていると以前は主張していた。 事前団体10時10分のレオ・マレーは、保守党がイギリスの最も安価な新エネルギー源を事実上禁止しているのは、ますます不合理に見えると語った。英国の保守政府は、陸上風力発電に反対していたため、2016年4月から陸上風力タービンに対する既存の補助金を1年前倒しで中止しようと試みたが、貴族院がこれらの変更を却下した。 風力発電業界が主張するには、陸上風力は最も安価な電力技術の一つであるため、この政策は消費者の電力価格を引き上げるとのことである。そして2500機のタービンは現在建設されることはないと推定されている。2030年までに 25GW の陸上風力発電が必要になるかもしれないと、 気候変動委員会が主張していて国が今後その再生可能義務を果たすか否かについては疑問が提起されている。2014年12月はイギリスの風力発電にとって記録破りの月となった。1ヶ月で合計 3.90TWh の電力が生み出されイギリスの電力需要の13.9%を供給したのである。2014年10月19日 風力はその日のイギリスの電気エネルギーの20%弱を供給した。加えて、原子炉16基のうち8基が保守、または修理のため非稼働になった結果、風力はその日の原子力よりも多くのエネルギーを生成した。2013年12月16日から始まる週に、風力は記録的な 783,886MWH を生成し、 その週にイギリスの送電力需要の13%を供給した。そして12月21日には1日あたりの電力量が記録的な132,810に m w 生中乱され、同日における国内送電力需要の17%を占めた。2018年1月、重量性風力発電は 10GW を超えるピークに達し、 イギリスの総電力供給量の最大42%に貢献した。3月には最大風力発電量が 14GW に達して、これは国内電力の37%近くが容量70%超で稼働する風力発電によって生成されたことを意味する。2019年1月8日、最大風力発電は15、3GW に達した。 2019年8月9日午前5時ごろ、風力発電は電力供給の51.48%を生み出し、風力発電によってイギリスの電力の半分以上が生産された初の時間帯となった。2014年、シーメンスはイギリスの風力発電の急速拡大に伴い、イングランドのキングストンアポン春に洋上風力タービンの施設を建設する計画を発表した。 新工場は2016年にタービン用ローターブレードの生産を開始する予定で2019年までにブレードが大量出荷された。付近のグリーンポート春にある工場及び関連サービスセンターでは約1000人の従業員を雇用している。この施設は英国市場にサービスを提供するもので政府統計によると主要な電力生産者が 風力から生成する電力は2013年に約38%増加し、総電力の約6%に相当する。当時は2020年までにイギリスの風力発電容量 14GW まで増やし続ける計画があった。事実、2015年後半にその数字を上回った。2014年10月16日。 タグエナジーソリューションズは、イーストヨークシャーのハンバーガー川口での鋼鉄基礎16機の注文に続いてその後の作業を確保できず、ビリンガム近郊のハバートンヒル建設基地の作業員、70から100名を解雇して、同基地の操業停止及び半閉鎖を発表した。2016年6月、グローバルエナジーグループは、シーメンスと連携して、ベアトリス風力発電所のタービンを製造及び、 組み立てる契約を締結したことを発表した。将来的に優れたセンターになることを期待して、グリーンエネルギー事業のために、以前の養生作業員の再訓練を支援する技術専門学校を開設している。アラン島にあるホワイトリー風力発電所、クライド風力発電所日の出直後のアードロスさん、風力発電所風力は、スコットランドで最も急速に成長している。 再生可能エネルギー技術で2015年3月時点で5328メガワットの設備容量を備えている。陸上風力5131メガワット及び洋上風力197メガワットがある。イーストレンフルーシャーのイーグルシャム近郊にあるホワイトリー風力発電所はシーメンス製とアルストム製の風力タービン215機を備える。 総容量539メガワットというイギリス最大の陸上風力発電所である。サウスラナークシャーのアビントン近郊にあるクライド風力発電所はタービン152機と創設備容量350メガワットを備えたイギリスで2番目に大きい陸上風力発電所である。スコットランドには他にも多くの大規模な陸上風力発電所があり、 コミュニティ所有のものも含めて様々な開発段階にある。ソルウェイ湾にあるロビンリック風力発電所はスコットランド唯一の商業規模で運用可能な洋上風力発電所である。2010年に完成したこの発電所はベスタス製タービン60機からなり総設置容量は180メガワットである。スコットランドは2機の洋上風力実証プロジェクトの拠点でもある。 マレー湾に設置された10メガワットタービン2機のベアトリス実証プロジェクトは2017年に開始するタービン84機で588メガワットのベアトリス風力発電所及びホース湾にある7メガワット単独タービンのファイフエナジーパーク養生実証風力発電の建設につながった。他にも計画段階でいくつかの商業規模及び実証プロジェクトがある。 タービンの設置場所はしばしば問題になるが、複数の調査は、スコットランドにおける風力発電に対する地域コミュニティの高い受け入れを示している。高い平均風速を考慮すると、特に洋上でさらなる拡張の可能性があり、多くの大規模な洋上風力発電所が計画されている。スコットランド政府は2015年までにスコットランドの電気の50%を 再生可能エネルギーから、そして2020年までには100%を再生可能エネルギーから生成することを目標としている。この大部分は風力発電からになる可能性が高い。2017年7月にピーターヘッドでハイウィンドとして知られる実験的な二対式風力発電所の設置作業が開始された。この風力発電所は2万世帯に電力を供給する。 ことが期待されている。スタトイル製のフローティングタービンは、水深1トルまで水中に配置可能である。関連のリスト関連の英国機関、開発運営事業者、ありがとうございます。